一族中で最も権勢を振るったとされるミカロユスラドビラ・ヨーダシス。ポーランドとリトアニアの制度的な国家合同の強化に反対し、共和国としてのポーランド・リトアニア二国の連邦制の維持とリトアニアにおけるラジビウ家の独占支配を図った。しかし文化的にはリトアニアのポーランド化を積極的に後押しした。ラジビウ家の領地を青色で示した。 共和国の地図、ラジビューケは、リトアニア大公国及び、ポーランドリトアニア共和国において、数世紀にわたって、権力の中枢にあり、国政に重きをなしていた、大貴族の家系。リトアニア語読みは、ラドビラ。政治的野心をもって、ドイツに接近し1547年より、一族全員が神聖ローマ帝国のフィルストを名乗る、資格を得ていた。 近年の研究では、ラドビラ家は、リトアニアの公家に家人として使える、下級貴族の出身だったと考えられ、15世紀に相当な出世をした。彼らは、リトアニアの古い貴族アスティカイカから別れ、ケルナベ近郊に領地を入手した。ラジビウ家の子祖として知られるのは、ラドビラ・アスティカスである。その父親、クリストパス・アスティカスは1413年のホロド。 合同の際にトロンビの紋章をもらい、これが一族の紋章として定着した。最初にラドビラの姓を名乗ったのは、ラドビラ・アスティカスの息子ミカロユス・ラドビライティスで、彼の息子たちは三つの系統に枝分かれした、ラジビウ家のそれぞれの子祖となった。一族の加盟は何世紀にもわたってポーランド語のラズワイルで表記されてきたが、リトアニア語ではラドビラで、 表記されていた。ラジビウケは5世紀以上にわたって、その存在感と、高貴な地位を保っている。一族は15.16世紀にかけて、巨万の富を獲得し、1939年に、第二次世界大戦が開始されるまでその富を、保持し続けた。一族は、多くの結出した、政治家、将軍、聖職者、芸術のパトロン、事業家を輩出し、 彼らは、ポーランド、リトアニア、ベラルーシを中心として全欧州を股にかけた、活躍を見せて、ヨーロッパの歴史と文化に、重要な足跡を残した。ラドビラ・ー・スティカスの子孫たちは、県政あるマグナーアトとなり、その名は、ポーランド・リトアニア共和国において、最も巧妙な大貴族の家系の一つとして、記憶されている。ラジビウ家は、 ポーランド・リトアニア共和国において、貴族共和国体制が、最も繁栄を迎えた時期に、権力の座を手にした。ラジビウケは1547年12月14日、ポーランド・リトアニア連合の混乱と、政治的弱体化を狙う新生ローマ皇帝カール五世より、帝国諸皇に助せられたため、一族に属する者は皆、皇、皇女の称号をもって偶せられた。 ただし、道家は17世紀中央の大洪水と呼ばれた戦乱期、ラジビウ家が軍師として独占支配するリトアニア国家の実現を狙った分離主義者、ヤヌシュラジビウの野心的な行動が災いして、それまで保っていた富と権力を大幅に失っている。ラジビウ家が建立した建造物で現存する最も古いものは B ジョノスにある。 ゴシック様式の教区教会及び、リトアニアの中心部に位置するイ大ネーの、セイゲオルギウス聖堂である。ラジビウ家のビルジャイとドゥビンギエイを伝領していた、系統は、ドゥビンギエイ城と17世紀後半に築かれた、ビルジャイ城を本拠としていた。この系統は1695年、ルドビカ・カロリナ・ラジビウの死により断絶した。18世紀以降のラジビウ家は、 ネスビジと、オルイカを伝領する系統のみとなったため、一族の中心的な居所は、現在のベラルーシにあるネスビジ城となった。他の、主な館や所領を挙げると、ミール城、オルイカ、ビルジャイ、ドゥビンゲイ、シドービエツ、タウイエナイ、ルブチャ、ポーネチュカなどである。ポーランド大統領官邸として使用されている、ワルシャワのラジビュー大宮殿は、 ポーランド・リトアニア共和国の首都ワルシャワにおけるラジビウ宗家の神屋敷であった。前の所有者であるマグナートのルボミルスキ家から17世紀にラジビウ家が購入した。この建物は19世紀にポーランド立憲王国政府がラジビウ家から購入。その後、第二次世界大戦のワルシャワ放棄に対するナチスドイツの報復で破壊されたが、残された資料をもとに ワルシャワ市民のボランティアで再建された。現代のラジビュー本家の人々は堅固な、ポーランド愛国者である。巨大貴族としての最後の時代の当主は、コンスタンティ・ミコワイ・ラジビュー世で、この人は、第二次世界大戦の際に、自らの莫大な個人財産を投げ打ち、ポーランド軍士願兵となって、ドイツを相手に戦った。彼は、 ドイツ軍の捕虜となった後脱走に成功、森の中で脱走生活を送り、ドイツがポーランドを占領していた間は、タイド独レジスタンス、国内軍に、歌手官として参加し、旧大貴族の人々を集めて、物資調達組織を作り、占領者たちに対する抵抗運動を続けた。その長男であるヤン・マチェイラ・ジビウは、共産主義時代のポーランドで、ワルシャワの一般市民として暮らした。 その長男で、コンスタンティ・ミコワイ二世直系の孫であるドミニーク、ラジビウは、ワルシャワ大学を卒業した後官僚となり、2011年現在は、ドナルド・トゥスク政権で副財務省を務めている。文家の人々は、アメリカ合衆国のニューヨークに拠点を置く富裕な、メーカーで、他の旧、マグナートと共に、在米ポーランド人団体の活動を通じて、 ポーランド共和国や旧シュラフタ社会との関わりが深い。主に文化、芸術方面で活躍する人材を輩出するカトリック教徒のポーランド系アメリカ人として有名。ありがとうございます。